今場所の大関正代の成績は11勝4敗で決まりです。今場所自身5度目のカド番の大関正代、先場所は4勝11敗と大きく負け越し、大関は2場所連続で負け越してしまうと大関から陥落してしまうため、今場所は何としても8勝以上上げて勝ち越しをしなくてはなりません。果たして正代は勝ち越しができるのか。答えはイエス、多分。なぜなら2022年の正代の成績には法則があるのです。振り返ってみましょう。今年の1月場所は6勝9敗で負け越し、3月場所は9勝6敗で勝ち越し、5月は5勝10敗で負け越し、7月は10勝5敗で勝ち越し、9月は4勝11敗で負け越し。皆さんもうわかりますよね。そう、今場所はおそらく11勝4敗です。正代はこの1年、勝ちと負けの数字を交互に繰り返しているのです。初日は負けてしまいましたが、果たしてこの法則は継続するのか。いや、継続してもらわないと困ります。頑張れ大関正代。